これは学生スタッフが意見カードを採点している風景です。今4人はある意見カードの採点について判断を迷っています。なあ、ちょっといい？この意見カードな、何点にしたらいいんか判断しにくいんやけど、みんなはどう思う？私は4点かなって思ったんやけど。意見カードにはこのような意見が書かれていました。命題、共感は経験に依存する。命題の真偽、真。抽象、自分が同じ経験をして初めて他の人の気持ちに共感できるから。具体、私は子供の頃レスリングをしていた。試合で負けたことはなく、負けた人を見てもかわいそうとしか思わなかった。しかし、全日本ジュニア選手権で自分が負けたとき、負けた人の悔しいという気持ちがわかった。最初のかわいそうという気持ちは同情だが、負けたときの悔しいという気持ちは、自分も経験して初めて感じたものなので、共感となる。私は4点かなって思ったんやけど。確かに、具体めっちゃ短いもんな。むしろ私は3点に見える。いや、抽象と具体はちゃんとつながってるから、3点はないんちゃう？そっか、じゃあ4点かな。でも、固有名詞出てきてるし、5点もありえるよな。でも、具体のとこちょっとしか書いてないで。そうやんな。これ5点にしていいの？でも確かにオリジナルな内容やとは思う。文は短いけど、その人しか書けへん内容やしな。じゃあどっちにしよう。このように、採点が難しい意見カードの場合は、ある採点ルールのもと、点数を決定します。採点の基本的なルールは、疑わしきは罰せずやって先生言ってたよな。そうそう。0か1かで判断して、書いた人にできるだけ有利な採点にしてって言ってた。黒という判断ができないのであれば、どんなにグレーでも白にするという裁判のルールに習っています。じゃあこれは5点でいいってことやな。うん、そうやな。みんなありがとう。このように採点の判断に少しでも迷ったときは、チーム全体で話し合って点数を決定します。